北部医療センターは県立北部病院と北部地区医師会病院を統合し、慢性的な医師不足に対応しながら医療体制の充実を実現しようというものです。説明会では内科や外科、小児科など34の診療科を開設し、名護市大北に設置予定であることなどが説明されました。これに対し住民からは交通アクセスの問題や一日も早い開院を求める意見などが出ました。北部医療センターは県と北部12市町村による公立病院で、今後も北部各市町村で住民説明会が予定されています。